お酒を飲まないのにお酒ちょうだいって言うんでしょ。無理でしょ、そんな。どうやってシャンパン入るんですか、そんな。飲まない方が売れるの時代だからね、うん、そうですね。だから要は HostTV.com。2015年、産声を上げたのは、ある一つのホストクラブ。その名は、クラブアクア。わずか5名から始まったこのお店は、瞬く間に日本全国に根を張り、店舗数60超え、キャスト数1700名、日本最大のホストグループ、アクアグループへ。現在は、タイ、バンコクへの出店が決まり、世界を見据えた活動を続けている。ホスト業界の枠組みを超越し、規格外の活躍を続けるアクアグループ。その総本山であるアクア本店の内装は、一流建築家が作り上げた。さらに、レディー・ガガやスマップなどの衣装を手掛けるアーティストにより描かれた壁画など、最先端の技術を詰め込んだ歌舞伎町一の超大箱。その店舗が突然の崩壊。愛するお店の変わり果てた姿を前に、社長東谷和也、副社長木崎ライト、代表取締役東谷春樹は何を思うのか。お疲れ様です。お疲れ様です。本店さんどうなったんですか、これ。見ての通り、ちょっと経営状況が良くなくて嘘で、ただいまちょっと改装工事中なんで、その様子をね、撮っていただこうと思いまして。あ、なるほど。5年の歴史を今、全部壊してるんで、よかったら見に行ってください。内装とか、前回、リニューアル中のアクア本店で、この箱での深い思い出話を聞くことができた。今回のトピックは、歴代の代表とお店のカラー、そして新時代へ。いやー、そう考えるとやっぱお店って代表で変わるよ。いやー、確かに。カラーが全然違うよね、うん、どの時代も。椿の時はいかに椿の記録を打ち破るか、誰が椿を越すかみたいな。そう、椿を倒すぞみたいなベクトルだったもんね。そっからまあ春樹さんになって、お店の従業員との仲を深めるみたいなお店になってったよね。春樹さんがやっぱ距離感近くみんなといる人だったから、うん、営業規則作ったり、ルールをまとめ始めた時が岸田さんになってからですね。そうそうそう、チーム制作ったのって岸田さんですよ、うん、組織を、形を作りたかったね。そう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 、ワードで5ページぐらいの作ってきて、今18ページぐらいあるんですけど、どんどん増えていって。でもあれでも減らしたっすよね、うん、減らしたけど増えるね。そうそう、どの店舗も今あるんで、業規則グループのベースだよね。だから岸田さんが作ったんですね、営業規則って。どう考えるとね、ただ酒癖めちゃめちゃ悪かった。はい、めちゃくちゃ悪いっす一回ありましたね。何回もした間に入ったかな。すごい破天荒が多かった。アクアのイメージがまだ同業さんでも、あ、歌舞伎町の女声はまだあるらしくて、この間もだから同業さん来られた方も、え、アクアさんすごいしっかりしてるっす。そうだね、そうそうそう、まだやっぱイメージがあるみたいですね。真面目な店になったよね。人数もいいし、本店なんで。あとはすっげえ酒飲んでたじゃないですか、当時。毎年お正月の営業がめちゃくちゃ嫌だった。カウントダウン、確かに毎年本当に苦痛で行きたくなかったの。絶対喧嘩が起きてたじゃん。確かに 100% の確率です。起きてました。で、2年前ぐらいから本当になくなったんですよ。何も気にせず行けるわっていう。確かに女の子転化者みたいなことありましたね。なんかあったね、酔ってるから。何か懐かしい。絶対喧嘩あるともうおもろいよ。絶対喧嘩あった。ゆうきとかが入ってきてくれて、お酒を飲まなくても売れるっていう姿をこう見せてくれてるから、無茶しなくなったんですよね。そうだね、飲まずに売れる今多いもんね。飲まない方が売れるの時代だからね、うん、そうですね。だから要は酔っ払って失態をしないからお客様が切れない。飲まずに売り上げを上げるってすごいことじゃないですか。すご
ごいです、俺ら世代でアタフタしちゃうよ、はい、信じられないですね信じられないですね、ね、お酒を飲まないのにお酒ちょうだいって言うんでしょ、無理でしょそんな、どうやってシャンパン入るんですかそんな、すごいよなすごいですね、本当にすごい、あれどうやってやってんだろうなと思うよね、昔はさイケメンだったらさめっちゃ売り上げ上がってたじゃん、ここ5年ぐらいからもうイケメンでも全然売れないじゃん、まあまあそうですね、人によるっすよね、まあ、そういうイケメンイコール売れるではなくなったんですね、リニューアルという一つの大きな節目、リニューアル前最後のナンバーワンとなったのは取締役エイトだった、でこのリニューアル前の最後のナンバーワンがエイトだった、ああいうのってでも記憶に残ります、記憶に残るよね、うん、だから今回のあれも一番最初は誰になるかって結構そうですよね、だから4月の一番語り継がれてきたしかもあれですからね、年間の締めずにそうだね、考えるとプレイヤーって楽しそうですねいや楽しい、まあ大変だけど、まあ、いや大変ですよ、順位がつくって面白いよね、そうですね、頑張ったことに対してこう評価が見えるっすもんね、なんか戦うってやっぱりいいよね、もう戦ってないわけじゃないけど戦い方が変わったし、自分のためっていうよりはみんなのために戦ってるんですけど、プレイヤーは自分のために戦うから、戦うそのフィールドが違うんだけど、やっぱりやればやる分だけ、リニューアル前5年間を過ごした箱で歴史を振り返り、さまざまな思い出を語ってくれたアクア本店のトップ3、次回現代表取締役東谷春樹がリニューアル後に作り上げるアクア本店とアクアグループの今後の展望を大公開、歌舞伎町最大規模、今までの常識を覆すホストクラブアクア本店、数多くのレジェンドホストたちを輩出、億超えホストを多数抱え、その実績に裏打ちされた教育と歌舞伎町随一のサポート体制で、あなたの原石は輝きを放つ、そこにいるだけで一流になれる、次の伝説を作るのはあなたです。